マリー・アグラエ・ボナフェントラ・テレジア・キンスキー・フォンブ・ヒニッツ、ト・テとタウは、リヒテンシュタイン公、ハンス・アダム・ニセイの妻。公式称号は、リヒテンシュタイン公夫人、トロッパー公爵夫人、イエーゲンドルフ公爵夫人及びリートベルク伯爵夫人。チェコ語名は、マリー・キンスカーゼ・ブ・ヒニッツアテトバ。ボヘミアの上級貴族キンスキー・フォンブ・ヒニッツ・ト・テと、タウ公爵家の一員である。 フェルディナント・カール・キンスキー伯爵とその妻のレーデブル・ビー・ヒエルン伯爵夫人、ヘンリエッテの間の第4子、次女としてドイツ第三帝国の俗領米面々連保五領の首都であるプラハに生まれた。1945年に家族と共に西ドイツに亡命し、バーデンビュルテンベルク州のバルト女子修道院の経営する女子寄宿学校で育った。1957年以降、 イングランドやパリに留学して、英語とフランス語をマスターしている。ダッハウの印刷会社で働いていた1965年、リヒテンシュタイン校、フランツヨーゼフ2世の長男ハンス・アダムと婚約した。1967年7月30日に、ファドゥーツにおいて、ハンス・アダムと結婚し、マニ三男、カズメの四人の子供を設けた。1989年の夫の即位に伴って、 公費となり、現在は、リヒテンシュタインの赤十字社と、特別支援教育推進組織の総裁を務めている。2021年8月21日に、脳卒中のため81歳で公居。ありがとうございます。